というわけで、川北選手対小林龍選手。今0-2になっちゃってるので、ちょっと0-0に戻してください。さあ、川北選手は5位通過なので、はい、川北選手が先手を取れると。小林選手は7位通過ですかね。はい、というわけで、これ勝った方が明日の神決定戦、神との対決になるということで、さあ、まあ、垣田選手は先ほどと同じようにカウンター構えながらどんどんコースをフラッシュバックしていきたいみたいな。まあ、だけは通せないですからやっぱり、はい、ただオースはちょっとグレンハとかにも引っかからないので、うん、多少青い黄色と比べると通りやすいので、あれですかね、カウンターできるカードはフォースオブイールしかないですかね。あとは否定の力が入っていれば否定の力でも、うん、まあ、メインから魔毛損毛が入っていたりと、あ、1枚入ってますね。出てきても即座に対処できる可能性もあると。さあ、しかしまずはどちらがアドバンテージ獲得できるカードか、はい、または小林選手が一瞬でオースを通してしまうか、うん、さあ対戦前の握手です。第13期ヴィンテージ新挑戦者決定戦決勝戦、5位通過川北志郎選手対7位通過小林龍選手の対戦になります。おそらく大須の方がちょっと有利だと思いますけど、うん、まあ、ドロイドの誓いというカードがキーカードのティムール・オース。そうですね、レガシーでは禁止にされている2マナのエンチャントなんですけど、はい、まあ、クリーチャーが少ない方がアップキープに、ライブラリーから直接クリーチャーを場に出すことができる。もうティムロース側のデッキにはもちろんめちゃくちゃ強いクリーチャーしか入ってないで、場に出れば1体でゲームを決めるようなクリーチャーがライブラリーから直接場に出てくるので、はい、さあ川北選手の先行からまずはモックス、そして土地からこれいきなりクリーチャー出してきますかね。そうですね、秋田選手としてはもう大須が出てくる前に、はい、非技術師とかで手札を整えて、はい、大須を打ち消せる体制にしたいところですが、さあ2マナ、まずはブリンの振動ジェイス、こういった最悪、墓地が5枚溜まればクリーチャーからプレーン増加に変わることもできる、はい、まあ、これも墓地のカード再利用できるカードですよね。さあまずは1枚引いて1枚捨てる。さあ、オースデッキの特徴としては近畿の果樹園という特殊な土地がありまして、はい、相手にクリーチャーをあげる代わりに5色出る、うん、好きな色が出るっていう特殊地形がありまして、なので川北選手がクリーチャーを仮に展開せずともそれを利用して相手にクリーチャーをあげることでオースを誘発させることができます。これが本当オースの恐ろしいところというか、そうですね、クリーチャーが入ってないデッキにもちゃんと機能するようになっている、うん、また川北選手がクリーチャーを展開せずとも強制的にクリーチャーを場に出すしまうので、しかも土地なのでカウンターできないっていうのはもう近畿の果樹園の恐ろしいところというか、川北選手は捨てるカード悩んでいるみたいですね。おお、ヤングパイロマンサーを捨てました。小林選手の手札はウィルが2枚。さあ今出てきたのが近畿の果樹園、川北選手このヤングパイロマンサーを捨てたっていうのはちょっと弱気なディスカードに見えるんで、手札にオースを対処できるカードがあんまりないのかなっていう印象は受けますね、ここまでで。さあまず帝豪から、しかし川北選手手札にはウィルウィル精神的つまずきとあってジェイスも遅くとも、はい、次のターンには変身できる、このターンフェッチとかを切るとこのターンで変身も可能です。
結構今回川木選手慎重にプレーされている気がしますね。さっきの対戦とは比べるとやっぱりまずはオースを確実に打ち消すのが大事なので、はい、ちょっとワンミス死亡っていうのをケアしている感じなのかなと思います。さあ小林選手はエンドに動いてきました。サクハクで赤間投げを潰してきましたね。これやっぱグレンハをケアしてのことですかね。ちょっとこの後の展開次第ですけど、はい、まあ、単純に川北選手土地が伸びていないのもあって、さあこの2枚から来ました。ドロイドの誓い対する川北選手はフォースオブイル。小林選手それをフォースオブイル返して、さあ川北選手2枚目のフォースオブイル持っていた。さあ小林選手これを返せるか。さあドルイドの誓いもテキストがもうめちゃくちゃ変わってるんで、多分オリジナルのカードを見ても何が起こるかあんまりわからない昔のカードあるあるです。そうですね、今のテキストは比較的簡略されていると思いますが、小林選手ここでフォースオイル2枚持っていた。どうしましたドルイドの誓い。いや川木選手もしっかり簡単に握っていたんですけど、そうですね、2枚をちゃんとウィル2枚に返して、はい、その上を行く小林選手。さあそしてこの間に、近畿の果樹園によって川北選手には2体のトークンが与えられてしまったので、ジェイスを変身させてももうオースがほぼ確実に誘発してしまう、うん、とりあえずはアタックですね。この熱いビル合戦小林選手は制しました。さあ川北選手はどうにかここ誘発する前に割りたいところですが、さあ一応ここからマナがあれば抵抗などを再利用して魔物を探す。はい、まずは抵抗。さあただ魔物もデッキに1枚しかありません。やはり2枚やなかった。3枚目はツンドラですかね。こう回答探せずターンを返します。さあドルイドの地下誘発します。さあ何が出るかなと。小林選手けど今クリーチャー1体追放、フォースオイル追放してたんで、はい、このもう1枚のクリーチャーが信じられないほど下にあると、もしかするとあーフォースオイルドルイドの地下行ってあれか墓地に送るでしょう。そうですね、はい、なので、あ、ない、え、あれあれ、そんなことが。グリーンフェルノタイタン、はい、豪華のタイタン。さあ出た時に3点分割して与えます。さあジェイスとトークンに与えて、デッキはまあ8枚ぐらいありそうですね。余裕ですね。豪華のタイタンは6マナ66で、攻撃した時か場に出た時に3点を好きなように割り振れる。さあそしてその超えた墓地でカラブの巡行、3枚引いてきます。あと5枚か4枚ぐらいですかね。まあでもここまで来ると本当にもうほとんど関係ない。豪華な対談は、はい、まあ、3回も殴れば普通の人間は生きていられないのでフェッチ、フェッチ、さあライブラリーに土地があるか。かなり削りましたからね。昔のエクステンデッドとかだと、墓地に落ちた時にライブラリーから落ちた時にライブラリーが修復するカードが入ってたんで、うん、ライブラリーアウトは絶対なかったんですけど、ヴィンテージのにはそういったカードがおそらく含まれていないので、うん、この残ったライブラリーでゲームを決めなければいけない。でもヘッジ切らなかったので多分ないんですかね、もう土地が。さあここで勝利の巻き物、もういつも通りですね、アンセストラルリコール。しかし小林選手精神的つまずき持っていた。ことごとく川北選手のカード通りません。そしてウォーカーのタイタンが、さあしかしこれはアンセストラルリコールは対象のプレイヤーなので、これを小林選手に打って通れば川北選手
なのでここで川北選手オースが起動できるんで、春章の魔導士がめくれると、え、アンセストラリコールをフラッシュバックつけて対戦相手にキャストするとライブラリアウトで、そんな大逆転が起こりうる。あ、なるほどな。小林選手はここでただ近畿の加減を起動して、あ、もう出せない、出すことで、はい、クリちゃんの数を一緒にして、さらに連連と6番。さあ、モダンホライゾンの新カード、ここは土地を回収ですかね。ロテンコション回収、はい、さあ3枚引くが、さすがに回答はなし。やはり先ほどのビル合戦、そうですね、制した小林選手、見事決勝はティムロス小林選手が一本選手しております。さあ、サイドボード、まあここはコンボデッキメインは、まあ、取ったということで、そうですね、まあ、サイドは川北選手が封じ込める僧侶などを入れて、はい、オースを阻害するプランを取れるので、うん、メインは本当にオースに対抗できるカードはかなり数が少なかったんですけど、はいはい、サイド5はそれが緩和されるので、まあ、そういったオース対策を入れていくということで、小林選手はどうですかね、どういったカードを入れていきますかね。こちらは大きく変化はなさそうですけどね、うん、全体除去とか、グレンハとかちょっと入れて終わりに見えますが、うん、さあ、今第13期ヴィンテージ新挑戦者決定戦決勝の模様をお送りしております。決勝戦はジスカイアルカニスト川北志郎選手対ティムールオース小林龍選手の対戦となっております。まずは1本小林選手が勝利いたしました。さあ、まあ、剣をスキニっていうカードもサイドから入ってきますかね。さあ、川北選手、一応エムラクールとかなかったので、どうですか、相手のリストがわからないんで、はいはい、基本的にはどちらかというともうオースを起動されたら負けかなと思ってしまうんですけど、はい、確かにエムラクールが入ってないとすれば、それを知っていればそういうプランも取れるかもしれないですね、まあ、結構あれだけめくったのでデッキの全貌は大体分かったかなという感じはしますけど、まあ、ちょっと確認はできないかな。もう一回起動しなかったですからね、はい、結局あの一体だけで勝っちゃったんで。川北選手けどソープロ入れてそうですね。やはり出てきたデカ物を処理するために、でも王様結構いろんな形ありますよね。なんかそうですね、あのドラゴンの2機でしたっけ、なんか墓地にドラゴンブレス2マナのエンチャントなんですけど、墓地から場に6マナ以上のクリーチャーが出たら場に戻る、でクリーチャーにプラス1プラス0と速攻をつける、まあ、オースって結構タイムラグというか、そうですね、一旦攻撃するまでに時間があるんで、うん、それを埋めるためにもアーリンコードが入ってたりもします、ね、はいはい、クリーチャーに速攻をつける手段の一つとして、はい、その中でも入ってるんですね。結構まあオース置いて一旦待って刺して一旦待ってみたいなタイムラグがありますからね、まあ、特にエムラクールとかだとそれが顕著で、その一旦のせいで負けてしまったりというのもあるんで、うん、川北選手もヤングパイロマンサーとかで取ったが、あのトークンバーって並べていたら滅殺も効かないとか、そうですね、出てくるクリーチャーによっては、はい、まあ、ただ先ほどの豪華のタイタンとかですとそういうトークン戦略に非常に強いんで、一点一点一点っていう感じですかね、はい、小林選手はパルンと、先ほどゲームを決めた豪華のタイタン、こいつですね、6766、はい、赤1枚でパワーが上がるんですけど、まあ、そんなことをしなくても十分ブロッカーを投げ払いながら大体 2,3 発で相手を倒してくれる、うん、あとはフォースオブウィルで追放された鋼の翼のスフィンクス、だから能力めちゃくちゃいっぱいついててメカローマって呼ばれてます、アクローマのアーティファクト何がついてるかもうちょっと全部覚えきれないかいのプロテクション赤緑スピリットリンク飛行トランプル警戒ちょっとトランプルが怪しいです、確かあったと思うんですけど8766飛行です、
カード出るかなとさすがに入ってなさそう。さあサイド終わってマリガンチェックです。今回はお互いキープですかね。さあ1マナから帝王から小林選手は2枚ここ2枚トップですかね。さあ2枚ともトップに置いてドローです。そして下手くちゃな操作。川北選手は、うん、つまずきダクタイムウォーク総員の動詞とちとち、うん、あまり強くはないハンドですかね。まあ、もう次のターンタイムウォーク打っちゃって3マナに一気に伸ばしてダックから入る感じですかね。あーすいません、トランプルじゃなくてファーストストライク、ありがとうございます。惜しい。僕がエモーで当たった人もグリスル入ってなかったです。うん、やっぱりいっぱいめくれちゃうとグリセル引けなくなっちゃうんですかね。いや、わかんない、わかんない。基本的にあいつのスペックだけで勝てそうですね。ライバリが仮になかったとしても。まあ確かに。さあ、タイムウォーク。まあ、川北選手はもう3マナにすぐに到達したいということで。さあ、フェッチからの。豪華の対談どうですかね。トークン戦力にも強いですし。これ以上となるとエムラクールとかしかいない気がしますけど、うん、さあここはダックフェイデンで、まあ、カウンター探しに行く動きですかね。そうですね、まあ、あとクリーチャー展開してないんでこれだと小林選手が近畿の加減がない限りはしばらくはオースは無視することができる、はいはい、最悪通ってしまっても。ああなるほど、プレインズを伺いける。確かに確かに、まあ、特に最近ナーセットとかが入ってきてるんでそれにも対処できると。豪華な対談自体はちょっとしばらく前から採用されているようですが、はい、まあ、単純にその昔からジェイスとか使われているんでそういった用途があると。結構ヴィンテージで使われているクリーチャーって、まあ、3点あれば焼けるのもいいですよ ね、 すね、タルモゴイフぐらいですかね。実際確かに僕もインフェルノタイタン他におるやろって思ってた時期もあるんですけど、はい、なんだかんだ出てると毎回やっぱこういったすごい。ブラックロータスあればなるほどなるほど、手札に来ちゃってもスキャッスとか出てるから、はいはいはい、確かにブラックロータスあれば出せそうですもんね。はい、ありがとうございます。さあ、川北選手はアルカニスト場にしてポチ捨てましたね。さあ、小林選手レント6番お、マイナスでダクに1点ダメージ。今単純に土地もない、うん、こいつの本領が見れるかという。さあ川北選手手札にはパイロブラストとかはあるんですけどオースに対抗できるカードがどれぐらいあるか、ちょっとクリーチャーを出すタイミングがやっぱり難しいんで、うん、まずはプラスで手札を整えます。お、いいですね、今引いた2枚が摩耗損耗と封じ込める僧侶なのでオース対策はバッチリと、うん、先ほどまではクリーチャー必要なかったんでただ捨てればよかったんですけど封じ込めるソウルとかオース対策を大量に引いたんでメンターを捨てるかどうかとか新しい悩みが生まれてますね。ここは悩ましい。一応オースさえ封じてしまえばメンターは一番クロックが早いんで、さあそれが今叶うようになってどうディスカードするか。ここは摩耗を捨てましたかね。摩耗損耗と精神的つまずきを捨てました、まあ、あのジェイスでフラッシュバックできるのと封じ込めソウルがあるので
小林選手が近畿の果樹園からじゃなかったらそもそもジェイスを変身させればオースはしばらく無視しても大丈夫ですし、はいはい、3マーでナーセットですがここはおおおもう間がないのに呪文の当たり前のようにさあ、ナーセットをグレンハしたところを精神的つまずきをさらに精神的つまずき仕返すということでナーセットは通らず、エントグはもうとりあえず墓地に土地がないのでとりあえずプラスですかね。あ、ここはマイナスしせずにプラス、さあこの後結構かけたしに余裕ができた感じがしますね。そうですね、オース対策も比較的充実してるんで、そう、もう手札クリチャーばっかりなんで仕掛けそうですかね。すごい悩んでそうですね、かけた選手。あれですね、手札今メンターとアルカニストどっちするか悩んでるように見えるんですけど、はい、アルカニスト墓地が弱いんですよね。フラッシュバックして嬉しいカードが何もないんで、はい、単純に今は弱いと。そう、一番フラッシュバックできるカードがないですかね。ですがここはメンター捨てました。そしてジェイスが変身、フラッシュバックするのはタイムウォーク。いやー気軽に気軽に。そして封じ込めるソウル出しました。レント6番落とす動きでしょうか。いや、このプレインソーカー並んでてタイムウォークっていう動き本当に強いですね。そうですね、1回使2回使えちゃう修正度能力。さあまずはレント6番倒しに行きます。おーっと、ここで例のアンセスタルリコール。小林選手先ほどのナーセットに食いつかなかったんで、おそらく何もないんじゃないかと通りましたね。3枚かなり展開した川北選手ですが、このアンセスタルリコール1枚で手札も十分に補給しました。さあ一応川北選手、今のところ封じ込める僧侶と、ジェイスのフラッシュバックで魔王損耗が使えるんで、はい、オースに対しては2枚の備えがある状態です。さあここレント6番を使ってから時を超えた探索。さあ、まあこれが通るということは今グレンハ系のカードはおそらくないだろうと。手札にはブラックロータス、さあ川北選手この、今の段階では青いカードに対してはあまり耐性がない手札であるというのは予想できるんですけど、はい、オースに対しては先ほどからお伝えしているんです、もう備えはバッチリなので、さあ小林選手はここを打開できるか。7枚の中にはブラックロータスとグレンハと、まあ、とりあえずはプレーンズオーカーを対処する感じですかね、うん、さあ近畿の果樹園からプレーンは打ちますが、ここは先進的つまずき、やはり引いた3枚効いてますね。そして追加の封じ込め僧侶。さあジェイスは今実質アンセスラリコールみたいなもんなんですが男は2マナ出して合手かな。さあ合手で2枚かけた選手のデッキ、本当アドバンテージの稼ぎ方が半端ないというかそうですね、今ナーセットも届いたので、
すごいな。うん、確かにそうですね。先ほどご指摘いただいたように豪華のタイタンだと今まで、ディグでブラックロータスがあったんで、豪華のタイタンがもし手札にあったらブラックロータスを取って普通にキャストっていうプランも描けると。確かにグリセルブランドとかだとなかなかそれも難しいですし、さあ、まあ当然、はい、JS を使ってアンセストラルリコールもう一回何枚で札あるんだもう盤面のクロックも先ほどまではちっちゃかったですけど、すでに5点クロックと十分な打点があるので、キルターンももうあと3ターン程度ですかね。さあ追加の7セット、1マナ浮いているのでこれでちょうど3マナと、そしてさらにアドバンテージ稼いでいきます。もうそしてグレン、もう何でもあるでしょう手札には意外と意外と何もなさそうに見えましたが、ただ盤面だけでももうオースに関しては十分睨みを利かせてるんで、そして3体アタックで5点。さあこれを返せるか、うん、まあ、本当に一番手っ取り早いのは何かしらの強力なクリーチャー素手で出すのが良さそうですが、ちょっとモックス系もないとなるとまだこのターン呼べないので、さあ3マナ、ここで、お、この渦竜巻、これが通ると盤面のクリーチャーに全体3点、はい、全体3点通りました。ミル系はなかったか、ですがまだオースはちょっと反応にない感じですかね。そうですね、そうすると川北選手ここまでは爆発的なアドバンテージを稼いでて、なおかつこういった状況に備えて封じ込めさ、俺多分もう1枚トップに積んでると思うんで、はいはいはい、しかしこの順番だと封じ込める総理はちょっと下に行ってしまいましたが、代わりにホースビールが手に入りました。手札8枚ぐらいありますかねダックから入ってると封じ込める総理も手札に入って盤石感ありましたけどね。さあダクフェーデンプラスはソープロもハンドに加わりましたね、まあ、ここまで来たらもうソープロもいらなそうですけどね、もう十分にオースを弾いて勝ちそうなんで、うん、さあ小林選手盤面は何とか一掃したんですけど、まだまだ劣勢ですね、うん、川北選手のペース、ちょっとアドバンテージ差がかなり広がってしまっている。川北選手抵抗捨てようとしているように見えますからねもういらんよどれほどのハンド盤石すぎてっていう、まあね、あとはクロックさえ見つかれば、英語を捨てましたね手札がありすぎてお、モックス2枚、さあモックス上に置いたんですけど、まあもうディスカードにならないぐらいからのさあモックス出して手札は7枚、これでお3マナ、さらに何かを追加するようですね。ナーセット2枚目、さらに手札を、うん、潤沢に、お、ディグいる、ディグと時を超えた探索とフォースビールありますが、
費を超えた探索を手札に加えます。もうここまで来たら勝ち手段にたどり着けるカードが一枚ですね、うん、そういった意味でディグは最適な一枚で、小林選手はさ一応このターン6枚に到達できるターンではありますが、手札にも何もなしですかね。そしてエンドに時を超えた探索、ここはもう勝ち手段を探しに行く感じですかね。そうですね、手札打ち消し呪文とか大量にあるんで、はい、次はちょっと総員同士捨ててしまいましたが、まあ、もうこれだけアドバンテージ差が開いていれば、まあ、勝ち手段的なものはもう何でもいいですけどね。アルカニスト とウィルですかね。ウィル、はい、やはり柿田選手ライブラリが薄い、もうもうあれだけねやればみたいな。お、ダクの奥義、奥義何でしたっけ。対象に取った場合そのパーマネントをあなたがコントロールへ。ただ、うん、なかなか対象には取れないような気もしますがまあ今も単純に、ああそうか、グレンハで何でも取れちゃう。あ、本当だ。レッドエレメンタルブラスト、赤霊波は相手のパーマネントとか、スペルが青くないと最初に取れないんですけど、グレネ波は何でもとりあえず最初に取れるので、おっ、くれとトロピーくださいってグレン波すごい。さあこれで次のアルカニストでグレン波を使うとまた土地が取れる。さあただ今のグレン波はまあどちらかというとマナの妨害も少しは意味があるとは思うんですけど、どちらかというと手札がディスカードになっちゃうから打ったぐらいのグレンハだと思うんで、はい、うん、もう一枚しっかり温存して。さあ小林選手ここなんとか返したいところですか。こうなると厳しいですね。仮に2分ゼットとか、はい、豪華なタイタンが出たとしても、またグレンハで取られちゃうんで、うん、そうですね。ナーセットに関してはプロツアーとかでもああいう無作為のカードは、まあ、明らかに並べてなければまあそれでいいよっていう人は多いですね。さあそしてまたランドアルカニストでランドをパク、グレンハでランドをパクるというなかなか珍しい光景がすごいですね見られています。小林選手引いたのはライブラリー枚数、まあ、十分あること確認して、ここは小林選手投了ですね。さすがにあそこまでちょっとアドバンテージが広がってしまうとやっぱ途中からちょっともう絶望的になります、はい、アンリコが通り始めると、うん、まあ、でもやっぱサイド後は全然ゲームが違いますね。オース対策がたくさんあるんで、はい、まあ、封じ込める僧侶だったり、そうですね、妄想網だったり、まあ、比較的仕掛けやすいですよね。オースの対策ができた上で攻撃に移れるんで、はい、さあというわけで第13期ヴィンテージ新挑戦者決定戦決勝戦は1対1、次のゲーム勝利した方が明日神への挑戦権を得ることになります。ちょっと以前川北選手がもう一回防衛を果たすと、はい、栄誉神、永遠に神になる、永遠神、永遠神になるという話があったんですけど、はい、フォーマット確か違っても大丈夫ですね。あ、そうですね、ちょっと確かに確認はしないんですけど、川北選手レガシーで9期にわたって確か妨害されてて、あと1回果たすと川北さんのために新しい称号ができるという、永遠神、そうです、永遠神という称号ができるはずだったんですけどちょっとフォーマットが変わっても大丈夫か確認の後、はい、はい、ちょっとまだ気が早いですが、川北選手はそういう新しい称号を作ったぐらいすごい選手ということで、まあ、9期連続はね、そうですね、さすがに他にも何期か3期か4期にわたった方は何名かいらっしゃったんですけど、はい、9期はもう前人未到ですね。考えられないぐらいの偉業を達成しています川北選手。さあ3本目はどういった展開になるか。やはり川北選手の方はアドバンテージをいかに稼げるかっていう感じがしますよね。まあ、そうですね、サイドゴールに関しては本当に攻め方に関してもストレスなく攻められるので、うん、オースを気にせず、あとはただ2ターン目の近畿の過剰経営のオースとかかなり対象が限られてくるので、
小林選手としては、まあ、なるべくちょっと柿田選手に比べるとアドバンテージ獲得手段が少ないように見えるので早めにゲームを決めたいような気もしますね。まあ、ただお互い青いデッキはね、多分ドローする呪文は同じぐらい入ってると思いますが、はい、うん、一変死んでるし永遠死がちょうどいい確かにマジックのストーリー的にそうですね、死んでも 3番目に置かれてしまうみたいなライブラリーの、さあ、うん、リガンチェック入ります。運命の3本目、小林選手はアンセスタルリコールが、さあ川北選手帝王ありますかね、土地が1枚しか見えないんですけど、はい、アルカニスト、フジゴメル僧侶帝王、はい、ミスステップあたりは見えましたね。さあお互い7枚キープ、まずは小林選手1ターン目はヘッジを切ってブロカニックアイランド、さて英語から入ります。さあそうですね、アンセスラリコールもあるんで、うん、まあ、ちょっとこれ精神的つまずきがあるかどうか、リアクションが見たかったってのもあるかもしれないですけど、川北さんが1秒で通したんでちょっと手札は読みづらいですね。お、川北選手土地も引き込みましたね、待望の白マナ。さあお互い帝豪からのスタート、ボルカニックアイランド帝豪、同じ動きを1段目はしています。川北選手今封じ込める僧侶、これで、はい、次のターン最悪でも出せることになったんで、まあ、ウィルみたいなカードがあればいいなと思ったんですけど、ちゃんとウィルも引き込んで、川北選手の手札はかなり理想的ですね。さあ小林選手、ここもフェッチを切って何か動きそうですね、まあ、ここでフェッチを切るということはまあレンの可能性もありますからね、先ほどとは違って土地があるんで、はい、ああなるほどなるほど、おー、さあしかし、さあオース出てきました。さあ川北選手手札に封じ込める僧侶はあるんですが、オースそのものを消すか、それとも封じ込める僧侶を守りに行くか、ここで選ばないといけません。一応今近畿の果樹園自体はないんで、川北さんが動かない限りは、しばらくはオースが誘発することはない状態ではありますが、小林選手が近畿の果樹園を引いた瞬間にそれが崩れてしまうので、そして近畿の果樹園は土地なので打ち消すことができない。さあここはフォースオブウィル消えましたね、小林選手ウィル持ってたと思うんですけど、ここは通していきました、まあ、近畿の果樹園もないし、ここで無理をすることはないかと、はいはいはい、まあ、川北選手から出てくるクリーチャーが封じ込める僧侶である可能性も高いですし、それよりはこの後のアンセストラルリコールをめぐる攻防に備えると、はいはいはい、さあここ川北選手も2マナでアルカニスト通します。これも封じ込めソウルがあるからできる大胆な攻め方ですね。レント6番あれですね、その素でクリーチャーを呼ぶプランの時にも強かったりしますね、うん、その墓地の土地を回収してずっとマナを伸ばすことができるんで、さあここでお、アセスレイク、ここはつまずき持っていた、しっかりと、さあしかも近畿の果樹園ここ出てきましたね、オーソドリード出てきた小林選手、けどここまでウィルを我慢するのはすごいですね、これでも封じ込める僧侶みたいなカードにウィルを絞ってこのオースで勝つプラン。さあしかし川北選手はここで帝王ソープロが上になったんでこのまま乗っけましたかね。さあそしてギザクシャン調査、ここは2分ギゼット放送ウィル、はい、炎渦竜巻、はい、これはかなり強いハンド、そうですね、ウィルも1回打てますし、封じ込める僧侶も1回だったら殺せる
で小林選手先ほど近畿の果樹園を置いてるんで、はい、川北選手のクリチャーが仮に1回全滅したとしてもすぐにクリチャーを供給することができるのでオースが途切れることはないです。髪が切れちゃう。さあここはかなり重要な盤面ですかね。ただ川北選手、はい、ソープロ確か上に積んでるので、はい、これがファインプレーになりそうですね、はい、小林選手から出てくるクリーチャー、僕らリスト知ってるんで分かるんですけどプロテクション白とか、ソープロに耐性があるクリーチャーがないんでこのまま川北選手がしのぎ切ることも可能だと思います。まずはブレインストーム、ちょっと相手のウィルの対抗策探している感じですかね。そうですね、封じ込める僧侶をここで待ったら強引に押し通しても炎渦竜巻があるんでちょっと仕掛け方が難しいですね。引いたカードもそこまではちょっと強くないか。まあ、なお2枚戻します。さあウィルを使わせる封じ込める僧侶か。いやかなり悩ましいですね。ちょっと小林選手のデッキにどれぐらいクリーチャーが入ってるか川北選手の視点ではわからないわけなんですけど、まあ、手札にウミゼットがいて、1ゲーム目鋼のスフィンクスを見ててで豪華なタイタンも見てるんでサイドボード後もサイドアウトされてないとしたら、はい、もう2種類は小林選手のライブラリにあると。どうにか防ぎ切る手段があるか、まあ、このターンの起動はちょっとどうしようもなさそうですけどね。ただ、フォースオブウィルをいつ使わせるか。今あれですね、オースが誘発したときにスタックで封じ込める僧侶を出したらオースは解決されるのかどうか。確か最終的にはメイなんで誘発したことやっても変わらないと思います。ああなるほど、小林選手は1回通して多分オースを無視して1回起動せずにドローして、はい、炎渦竜巻で流して佐藤君を上げて、はい、ここで炎渦竜巻でまとめて除去しました。カード叩きつけたように見ましたがそこで引いたのはロッティグ。ここで何かオスへの回答を探す時を超えた探索ですが小林選手先ほどのビルをオースビル叩きつけた。さすがに通せない。さあただオースが起動されるまでにはもう一ターンあります、はい、今川北選手の場にクリーチャーはいないの で、 で金魚の火事も寝てるので、うん、とりあえずはここは何も起こらずドロー。不毛で白マナを割ってきた。これはオース割るための白マナがなくなってしまいました。3マナでダックフェイデン。ここのダクはいいですね、かなり。そして何回も奇跡を呼んだアンセスタルリコールが。難しいね、マナ2枚と。さあそして川北選手にトークンがプレゼントされて、なんとか拒否したいんですけど、いりませんと言いたいところなんですけど、ここは出てきてしまいました。何が出てくるか、豪華の体感タイタンか。今地味ながらディープアナライスが落ちたんでそれも嬉しい。さあまた出ない。なかなかそろそろ出てくれと。なか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 めくれてくれない。あれ
何あと3枚うわ、豪華タイタン。何枚しかし、あとライフ2枚。ダクで小林選手というと、これで、とりあえず。ダクが落とせないんで、小林選手、ライブラリーは今2枚でドローストップで1枚になって、ダクがこのターン勝利できないと、ダクは対象のプレイヤーなんで、はい。あれ小林選手に引いてくださいというと、あれここでアーリンコードか何か速攻がつけられるとゲームは変わるんですが、どうだ、うわーっとそんなことがあるのか。オース起動したのに、いや、ライブラリーアウトで負けるという、まさかの、あなた、いや、決め手はちょっと小林選手、最後はちょっと運がなかったですね。そうですね、下2枚下3枚ですか。